山座道貞をした、結果の例暗い山から眺めた角山に3名を記入する山座道貞とは、展望できる山の名称を地図や方位地震などの使用によって明らかとすること。元は登山用語であり、山頂に立った時などに方位地震によって正しい方角を割り出し、それを地図上に落として目標となる山岳の名称を割り出すことを指した。 趣味としての山岳展望が広まると、平地部などから山座童貞を楽しむ事例も増加した。山座童貞とは逆に、名前が明確に分かっている見えている山をもとに、自分の位置を地図によって確認することは、山での道迷いによる遭難を防止するためには大変、重要なことであるのみならず、漁師や船乗りが会場での位置決定に際して、山立と称して、同様の技術を用いる。 山座童貞には複数の方法がある。最も勘弁な方法は山の形から山名を割り出す方法である。日本の富士山のように特徴のある山陽を有していれば、その山陽を見るだけで山座童貞することが容易である。しかし、これにはすでに山陽、山姿を知っておかねばならないとともに、展望する方角によって山陽が異なることや、類似した山陽の山が、 同方向に複数ある場合も多いことなどにより常用できないという弱点がある。こうした弱点を克服し、客観的、安定的に山座童貞を行うことを目的として、地図や方位地震などを活用した方法が開発されている。この方法は水平測定と垂直測定に対別される。方位地震を使用し、山の見える方角から3名を割り出す方法を、 水平測定という。基本的な測定法は、観測点の現場において、まず時北と目標の山との角度差を測定し、地図上の観測点に時北と角度差を記入し、角度差の延長線上にある山に目星をつけるというものである。目分量で測定するため、必ずしも厳密な山座動定が行えるとは、限らない。写真を使用すると、 厳密な山座童定が可能となる。まず地図上で観測点と名称が判明している2山を結び、その角度を測定する。ついで、すでに名称が判明している二山と目標の山を一緒に撮影した写真を準備し、次に写真上で名称が判明している2山間の長さと、二山と目標の山の間の長さを測定する。そしてこの時、アックス。 AB で求められた比率を角度 i オブに乗し、これで得られた角度を AO 線に対して引いて、その延長線上にある山を調べる。例えば X、AB が2、3となり、角度 i オブが30度であれば、乗して得られる角度は20度となるので、AO 線から20度の直線を地図上に引き、その延長線上にある山が目標の山である。 上記の水平測定は、目標の山が見える方角に基づいた山座道程で、あるが観測点と目標の山を結ぶ方角上に複数の山が連なっている場合、水平測定のみでの山座道程はできないため、垂直測定を行う必要が生じる。垂直測定の基本的な方法は、地形図上に観測点と目標の山を結ぶ線を引き、等高線を読み取ってその線に沿った。 断面図を作成し、観測点と目標の山の間を遮蔽する山がないかを調べるものである。観測点と目標の山の間が比較的短い場合は蒸気の方法によることで足りるが、長い距離になると地球の丸みによる沈み込みや大気の影響による浮き上がり、気差を考慮に入れなければならない。ここで厳密に垂直測定を行う際に、 重要な概念となるのが見かけの高さである。見かけの高さとは任意に設定した基準距離における沈み込みと気差の影響を考慮して算定した便宜上の標高数値を表したものであり、遠距離の山座童貞を行う上での基礎的概念だと言える。山座童貞に使用する用具を列挙すると、地図、方位地震、定規、分度器、カメラ、双眼鏡、三名時点、 筆記用具などである。現地で山座道帝を行う際は、方位地震と望遠鏡の機能を合わせ持つコンパスグラスが非常に役立つ。コンピュータ上で山座道帝を行うソフトウェアも開発されている。日本では1980年代からパソコン3文字という山岳展望シミュレーションソフトが発表されており、その高い正確性から山座道帝に 革命的な影響を与えた。さらに1990年代に入ると、カシミール 3D という高精度、高機能の風景描画ソフトが発表され、これは趣味としての山座童貞を広く普及させる契機となった。21世紀初頭において、これらのソフトウェアは山座童貞に必須のものだと認識されている。2010年代には携帯電話の GPS と、 カメラ機能を利用して山座同定できるアプリケーションソフトウェアが開発された。撮影した山の画像に主要な3名が自動的に表示され、簡単に山座同定できるようになった。ありがとうございます。